試合目やり合ったやり合った者同士、まるまるが AK を潰していった。さあ、妹 M が強い。いいと思います。さあ、メロ選手、見てる先にはまるまるか。さあ、車さん抜きました。妹 M が強い。もう一人抜いた。正面対決するのがビーリーとアベス。アベスが押している。1対1。リーダーの意地を見せろ。リーダーの意地を見せろ。1対1勝った。ピッチャー強いぞベティ。今僕からシャード1対1レフェライキで、アイキがうまい。ちょっと行くの。いや冷静だね。味方を待つ、味方を待つ。いや時間を作る。味方一人で完結しちゃうんです。これでチェックメイトだ。15キレ系のアルファリアムス上げてきました。さあ、タコーのミッションは1枚でも持って帰ることだ。超えるタイム、来季1対1、4日のカバーが間に合った。残りはそのみ1球でも、1球でも使いたい。5-0、ここに来て 5-0。 はい、もう落とせるか。落とし切ってる、落とし切ってる。チームのキルス8キル。さらにも4名フェーズの2つで4から車線作って、4回やってるタコーだ。金数は残っている。クロスは組めている。あっという間に壊滅。強いザルバリアルス。ただここスレイのグレネード。さあ、その最後、いやベティがブロックうますぎ。出てくるとこをブロックしました、リーダーベティ。そして最後はライキが捉えきった。3連覇へ向けての最終試合 KO。 ルスのアベスも一緒ですね。どこまでライキにいけるか。1枚2枚取った、取り切った。もらい切った。ヒヨです。ベティとヒヨの射線、ダブル射線。そして外側流れてくれるところ見ている。リーダーベティ14キル。ヒヨの射線はできるかどうか。カブトが来ているが、ベティ大活躍。弾き返していく。抜けるかベティ。リーダーベティ強い強い。確定している。正真正銘の4対4。さあ引いとった。タコが1枚取った。2枚引けるぞ。1枚引いた。クロスは組めてる。ベティ1枚勝ち切れ。勝ち切った。チャムリッチ。